アドルフ・ロースは20世紀オーストリアの建築家。モダニズムの先駆的な作品を世に送り、装飾は罪悪であるという主張は建築界に波紋を呼んだ。モラビア地方ブルノ出身、ゲルマン系の出自で、父は彫刻家、石膏だった。ドレスデンで学んだ後、アメリカに渡りシカゴの高層ビルや実用的なデザインを見て大きな影響を受けた。 1896年の帰国後は、設計より執筆活動が先行した。様々な建築様式で飾られたウィーンの都市をポチョムキン都市と皮肉ったのをはじめ、装飾は罪悪であると宣言した。ロースによれば、装飾は原始人の入れ墨と同じようなもので、装飾の多さは文化水準が低いことを示すものである。装飾罪悪論は、建築家、 オット・ワーグナーの芸術は必要にのみ従うという合理主義、機能主義の主張をさらに徹底させたものと言えるが、こうした過激な言論でウィーン分離派やウィーン工房の装飾性を攻撃した。代表作となったロースハウスは装飾をそぎ落とした建物でモダニズム建築の先駆的な作品である。現在見ると、 低層部に列中が並び古典主義的な印象を受けるが、ウィーンの王宮前で歴史的建造物が並ぶ一角に建設されたため、当時は激しい非難を浴びた。そのため建設が一時中断されたが、最終的には窓辺に花壇をつけることで建設が許可された。1912年にアドルフロース建築学校を設立。第一次世界大戦後の百二十一年からは、 ウィーン市の住宅建設局で主任建築家になり、労働者住宅の設計にも尽力したが、自身の設計案が却下されたことをきっかけに1924年退職、翌年パリに今日移した。晩年は絵を描いて過ごしたが、死の直前にすべて焼き捨てたという。ロースは難聴で気難しく、建築界では孤立気味であった。 その一方で様々な分野の文化人と交流し、エピソードを残している。ミハイル広場のロースハウス、装飾罪悪論を宣言したのは、オーナメント運とファーブレッション。法訳書では、にもかかわらず及び、装飾と犯罪に掲載されている。ありがとうございます。